董卓が幼き皇帝を救った。その時宮廷にいた家臣は何をしていたの？五感の皇帝とつながりがあった家臣、そして地方武将の董卓。ここから中国は戦乱の三国時代へと突入します。悪名高い董卓ですが、実は五感時代の朝廷よりもずっと頼りになる存在だったのです。三国志演義をもとに董卓の活躍と家臣の優柔不断さを見ていきましょう。朝廷では宦官勢力がばっこ。董卓が地方で勢力を拡大している頃、宮廷では宦官勢力がのさばり、五感の皇帝でさえコントロールできないほどでした。そこで時の大将軍家臣や司令行為袁紹は宦官排除へと乗り出します。しかし難題が持ち上がったのです。内輪だと思っていた家大公が宦官排除に反対。理由は宦官から賄賂を受け取っていたから。宦官勢力が弱まれば今の贅沢な暮らしが一変すると考えたのでしょう。董卓軍を都のそばに。困り果てた家臣は力のある武将を呼び寄せ、武力で宦官勢力を排除しようと企てます。そこで白羽の矢が立ったのが甘粛省生まれの董卓だったのです。董卓は兵を率いて都へと進軍を開始。着々とクーデターの準備が整います。皇帝劉弁を救う。西暦189年8月28日、董卓は洛陽のそばまで来ると上空に煙が立ち上がっているのを目にして事の重大さに気づきます。部下に命令を下し急ぎ進軍。明け方に建陽園に到着し、皇帝劉弁検定が誘拐されたと知らされます。どうやら中将寺の長女たちが北望山へと連れて行ったとのことです。早速董卓軍は北望山へ移動を開始。北望山の麓へと到着すると、劉弁は恐ろしさのあまり董卓軍を見るや否や泣きわめいてしまいます。董卓はやっとの思いで皇帝劉弁を迎え都へと戻るのでした。ほどなく長安に着いた董卓は右往左往する部隊を見て一言、俺は寝る間も惜しんで300里もかけてきたのに何を怖がっているんだ。俺が今さらお前の頭をかち割るとでも考えているのか。さらに大臣たちに向かって、国家の大臣が揃っていながら王室はボロボロ、国は崩壊寸前で陛下は誘拐される、そんな時に兵を引けというのか。やがて董卓は部隊を率いて入城。まず劉弁に挨拶し、貧乏の腕の中にいた陳竜王劉強に手を伸ばしますが、劉強は嫌がります。やむなく董卓はそのまま貧乏と馬に乗って一緒に入城しました。そこで董卓は今回のクーデターについて二人に尋ねたところ、劉弁は一言も話さなかったのに対し、劉強は口を開き丁寧に語ります。董卓は知っていたのです。劉強は董太后に育てられ、同じ唐の姓を持つ同族ということを。内心喜んだ董卓は劉強が皇帝になってくれたらと期待を寄せます。家臣の最後は宦官を退治しようと董卓を呼び寄せた家臣、実は袁紹と意見が対立します。捕らえた昭光門を処刑するにあたって彼らに命乞いをされ二の足を踏んでしまうのです。一方の袁紹は今こそ決断の時とばかりに処刑を進めます。おろおろしているうちに中光門が家臣を退治、少女に告げます。家臣は謀反を起こし処刑されました。袁紹はこの機に乗じて都へと進軍を開始。宦官勢力を皆成敗し、董卓が到着する前に都入りを果たします。ほどなく皇帝劉弁は退位させられ、劉強が皇帝に。夏皇太后は殺害され、その母親の武陽君も亡き者にされます。こうして夏一族は滅亡し、朝廷から外戚勢力は一掃。三国時代へと突入するのです。三国志ライター上海クジラの独り言。俯瞰してみると五感は外戚勢力と宦官の争いによって衰退し、地方豪族の董卓や大臣だった袁紹曹操らが台頭します。朝廷が形だけの存在となり、地方地略と力のある者たちが世を支配していくのです。三国時代の特徴は力だけでは生き抜けなかった点にあります。
時の権力者との均衡を図りつつ、自らの勢力を拡大する必要があったのです。結局は五冠の朝廷と宦官は潰し合い、董卓が牛耳を取った形となります。しかしその董卓も死と王院の策によってそそのかされた呂布に命を取られてしまうのです。時に西暦192年5月22日のことでした。